じゃんけんぽん。じゃあお前からで。でもめっちゃ綺麗やねんけど、何これ。感動侍よいちまる坂隆史くん100、400ミリで狙っているということでね、今日はどういった風な写真を撮りたいと思ってますか。蕎麦さんの白さをね、皆さんにお伝えできれば。それは多分見て分かってると思うんですけども、僕はね1枚目、100、400ミリを使ってね、はい、蕎麦さんを撮ろうと思うんですけど、焦点距離は250ミリで、貝吹きの里のねお家さんたちをメインに、この蕎麦を前ボケに入れてね、撮ろうと思います。はい、かすかに光が残ってるのでね、夜の街灯がねまだうっすら残ってると、これをね入れて朝の感じをね出していきたいなと思ってます。わかりました。構図としては縦構図、下3分の1は蕎麦の前ボケですね。で上にお家たちを入れて、で光もねちょっと点で入れさせてもろってね、はい、まさに日本の里の風景がね撮れるんじゃないかなと思います。そうですね。設定はですね、まだ朝なんでだいぶ暗いので、シャッタースピードは1/100秒、デブレ補正もフル活用して頑張ってちょっと止めようかなということで、 F 値は開放の 5.6、 これはねもう前ボケを作るのと、あとは少しでも明るさを稼ぐために開放にします。でそれに合わせて素感度は4000、高、まあ、そんな感じでね撮ろうかなと思います。わかりました。はい、サクさんの間からねぶち抜いていこうかなみたいな感じで。なるほど。なかなかね望遠の圧縮効果を活用してね、田園風景の様子が伝わったんじゃないかなと思います。 いや俺もねそれかなり撮りたい1枚ですよ。はい、撮りましょう。じゃあ交代。あったー。ということでね、今はまあなんかたかしくんが撮ってたんですけど、なんか一瞬鳥が来たんですね、白い。そうっすね。じゃあなんかそれをたかしくんが一瞬で設定を決めて撮れたみたいなんですけど、どんな感じでしょうか。そば、貝吹きの里、山々っていう感じでね、はい、ちょうど山のとこにこう鳥が飛んでくれたので、ちょうどまあ白の体も見やすくなって、さっきは貝吹きの里と蕎麦の花だけ撮ったんですけど、2分割ってことね。そうそうそう、さっきは今回はねちょっと山もいい感じに入ってくれて、ちょうどね3分割みたいな感じで、そうね、綺麗に3分割になったね、鳥さんもいいアクセントになってくれたかなと思います。はい、あの鳥が蕎麦のところ飛んでると、蕎麦に混じれて分からなくなるんですけどね。そうそうそう、ちゃんとこの山にね背景を持ってきたっていうことでね、はい、印象的な写真が撮れたかなと、いいですね。いきなりなんかいいショットが連発しております。そうですね、僕撮ります。はい、ということでね、僕はねほぼ望遠レンズぐらいのサイズがある 2470mm でですね撮影していきたいと思います。 2470mm 実践で使うの数年ぶり。ほんまな、構図がね見えすぎて困ってるね。贅沢な悩みで。ということでね、僕は 2470mm のレンズを使って最初撮っていきたいと思います。確かに2枚撮ったんで、僕もちょっと2枚撮ろうと思ってて、あら、まずこっち来てください。直線開けてるの分かります。左右にそば畑あって、奥に里があって、まあ、山があるって結構綺麗な構図なんですね、で広がりを持たせたくて、構図に47ミリぐらいで撮りたくて、ここはね横構図で撮りたいと思います、っていうのも左右にそばがあるっていうので、こう横の広がりを持たせたいっていうのがまず一番の理由なんですね。でその焦点距離を決めた理由としてはですね、47ミリぐらいにするとギリギリね上の一番端っこがね山で終わるんですよ。いや空を入れないっていうこと。なるほどな。空を入れるとちょっと今曇っててだいぶ白くなっちゃうんで、締まりがなくなった写真になってしまう。こっちになんか目いっちゃう、ね、そうそう。なんで極力山ギリギリまで上入れて、でほぼ二分割構図ですね。構図的には真ん中に貝吹きの里を直線で入れて、下そば上山みたいな感じの構図でね撮りたいなっていう風に思ってます。設定の方、まず F 値はですね、まあ普通に風景撮る時の設定として F11 まで絞ってます。これで全体的にピントが合うの でシャッタースピードが40分の1です。手ブレ補正があるので、まあ、40分の1くらいなら止めれるかなというので、で ISO はこれでも3200になるんですよ。また暗いんで言うても。そうっすね。ではそんな感じでいっちゃっていいですか。いっちゃっていいっすよ。連続してちょっと2枚目撮りたいんですけど、さっきそば道を開けろって感じの場所で撮ったんですけど、モーセみたいな感じでしたね。そうそう、そばありも撮りたいなと思って、なるほど。で今回は横の広がりじゃなくて縦の広がりですね。縦の広がり、そう、さっき言いますか縦の広がりをね撮りたいなと思ってて、高山もさっきとパターンは一緒なんですよ、上の雲入れないようにして撮るっていうので、撮りたいと思います。まあ、それが2パターン目ですね。まだちょっと街の光残ってるんで、これでね撮っていきたいなと思います。はい、チーズ。ちょっとローでもいいんかな。ローでもいいっすよ。あ、待って、ローの方がいいかも。お前見つけてもたか、お前。ということでね、そんな感じで僕の1枚目撮れまして、またちょっと移動しながら撮っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。移動。移動。待って待って、
取り寄る取り寄る取り寄るぞ取り寄るぞお前取っとる取っとる取り寄る皆さん皆さん皆さん見てください見てください。画面中央にほら今ねこう白い鳥いるの分かりますか。これはいけますよこれは。あいつ多分ない30分前ぐらいにあそこに着地したやつやわ多分な。これはでもいいんちゃいます。ちなみになんですけれどこっちの方向ねこの奥にねこのオレンジのねポストがあるんですよ。これもねそばも相棒手にして取るといい感じなんでここ結構構図がねいっぱいありますね。てか俺もちょっと70ミリであのポスト取りたいな普通に、うん、電気走ってなかった。いやお前挑戦心すごいお前、まあ、これはええんちゃうお前。込み時間かかりますね。全然ピンとない。食った作品です。うそやんお前何撮ってお前今作品です何撮ってんのお前やっぱ水準って神広く見よ物事を。いいのかそれで。俺はもう見えてるぜ。なんか撮れば撮るほど最初の方が良かったんじゃないかっていうこう分かる。お前てか雲海おるやん雲海。俺は雲海とセットで撮ってた。はお前それで無理やろお前。100ミリだったら撮れるんですよ。そのとんなシンプルに綺麗。連写すな。まあまあいいんじゃないでしょうか。神の風景がということでね、はい、次はねたかしくんがね撮っていくんですけれどもどんな写真を見せてくれるのでしょうか。はい、次はね僕のバイオレンズ 100-400mm さんを使ってね撮ろうと思います。はい、で今回の主役はあちらの方です。サギさんですかね。君サリって言うんだ。2枚ぐらいね、うん、ここであの鳥さんを撮っていこうかなと思います。はい、まあ、1枚はね、うん、もうこのそばの花をがっつり前向きに入れて、うん、もうそばの花ともう鳥さんだけみたいな、うん、いいね。もう一枚はちょっと引きで撮ってね、はいはいはい、そばの花と鳥さんと、うん、あと奥の集落もちょっと入れてって感じで鳥さんをね中心に配置してちょっとやっぱ、ね、一応鳥さんなんで、うん、鳥用の設定というか、ね、あ飛んだ時でも撮れるように。そうそうそう。シャッタースピードは2500分の1秒、大早で F 値は 5.6、うん、ISO は8000でね、まだ言うても太陽は出てないのでね、まあ確かにね出るんかなって感じですよ、うん、一生出ないかもしれないですじゃあ次ユーポスくんねスナッピングマスターの写真を見ていきたいなと思います。そうですね、はい、ということでねなんか雨が意味わからんぐらい強いんですけど僕もねちょっと解説していきたいなと思います。はい、でね僕は前2470でまた撮るんですけれどこのびしょびしょのね今回ねあの面白いものを一つ見つけました、はい、こちらでございます。こちら秋の風物詩ヒガンバナでございます。秋の味覚っすね。そうですね、まあ、食べたらどっかあるんでダメなんですけどせっかくねヒガンバナが2輪ね綺麗にここに咲いているんでこれをね取らずして何を取るべしという感じかなと思いましてですね僕はこのヒガンバナを主題に取っていきたいと思います。なるほど。縦構図ローアングルから取りたいと思います、うん、なんでまあ高さ的にはこのヒガンバナのねこの茎ぐらいと同じぐらいの高さでね取ろうと思ってるんですけど焦点距離はですね44ミリぐらいで取るんですね。なるほど。もちろんヒガンバナにピントを合わせます。そばが副題になってくるんですけれどここでもう一つ重要な副題がございました。ございましたっていうところがポイントなんですけど今この山のね上の方を見ていただけると分かるんですけれどまあ何もないんですけれど今はね、うん、ここにね先ほどねすごいなんか綺麗な雲海みたいなのがかかってたんですね。でそれを画面ギリギリ上の端にね入れようかなというふうに考えております。はい、設定もちょっとポイントがあって F7.1 シャッタースピード50分の1秒の ISO 400になってるんですけれど F 値 7.1 っていうのがポイントでして2輪あるんですね。2輪あるということは F 値を開放にして撮ってしまうと片方の輪にしか合わなくなってしまうということが起こってしまいます。44ミリでも片方がボケるということが起こります。なんでそれで両方の鼻にピントを合わせられる F 値っていうのがだいたい 7.1 ぐらいだった。そういうところで F7.1 まで絞ってあとの設定を決めています。ピント合わせつつでもできる限り明るくっていうと。そういうことです。でもちろんそば畑と雲海はボケます。ただ何が映ってるかっていう輪郭は分かる程度のボケなので、うん、いい感じにね風情のある写真がね撮れるかなと思います。はい、ということでそんな感じでね撮っていきます。こんな感じで撮れましてまさかヒガンバナもあると思ってなかったんでそばとヒガンバナのセットが撮れてなかなか良かったかと思います。はい、まあ雨が強いんですけどねあんま気にせず撮っていきましょうか、うん、じゃあちょっともう少し移動しましょう。はい、寒すぎんか、うん、極寒。ここからね皆さん集落の方に入ってまいります。まだ朝なんで静かめにねここから行きたいと思うんで音量上げて聞いてくださいということでねここがかやぶきの里になります。どうぞ。めっちゃコスモス咲いてる、うん、お前もうコスモスかよ。もうコスモス、お前もうコスモス、そばヒガンバナ完璧やないか。コスモがエグいやつ。お前ここめっちゃ綺麗じゃないかな。そうやってよく分からへん。初心者コス
スモスいいな。コスモが輝いてる。替え拭きをあえて入れて替え拭きからの額縁構図みたいな。いやそれ思ってるよ誰でも。だな電柱多いよな。電柱はねもう取らないかフォトショップで消すかですよ。普通にちょっとね替え拭きの里をね皆さんで探検したいと思います。はい、秋の雨の替え拭きをね取れたらいいなと思いますね。ちょっとなんか嫌な表示出た。今ねたかしくんあのね山のね稜線あたりを望遠でね狙ってるみたいで、あここ結構ね今雲がかかっててなんか水墨画みたいな感じで撮れそうっていうので撮ってるんですけど、バッテリーの互換性がありませんみたいな表示が一瞬出てマジお前純正やのに何やった互換があんの。あーもう帰りたい。みんな出てていやもうびしょびしょやねんけどこの画角よくない。あほんまコスモとコスモと屋根と屋根と雲海、ちょっと撮らせていいっすよ全部お前もう撮るか。いいレンズ変えるんだ本音で出てるか雲海とねコスモスとねかやぶきの里と電柱電線バカいやなこれ桃源郷かすぐ桃源郷という言葉を使う何でも桃源郷出てねお前ちゃんとお前カメペタンコやな。いやいやうるさいお前雲海バカきりお前雲海バカきりお前お前取れ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 どう考えても2470いったけどお前悲願は反則やぞこれはえぐい。いたすまん関連性これお前2470いったくやろお前当たり前やろ何笑ってんのちょっと思い出し笑いしてしまったえぐいってお前えぐいってお前これは何やか最後の最後にお前やめなくてぺったんこやなお前ペタペタやお前ペタペタすなお前これはえぐいってお前何言ってんのお前えぐいってお前ちょこれなんかやや上からの方がいいじゃん下すぎると白い花の面積が少なくなるせやねお取り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 いや分からん分からん分からんそれえぐいそれえぐいお前なんかなんかさっき撮った写真の全部の上位互換撮れた。いやくそ見てこれ見て日本の風景100選終わりーす終わりーす。この葉隠れの里と同じ音してるわ。うん？お前ナルトみたいなが分からん。これ2470の蓋や。入らんわ思った。バカじゅん。はいということでですね、はい、そろそろね撮影の方終わりたいと思います。ということでね皆さん、本日の撮影いかがでしたでしょうか。かやぶきの里ね本当にまあ今秋始めに来たんですけど、そば彼岸花のコースも全て撮れて、しかもこの日本のね原風景を撮れるっていうねめちゃくちゃいいスポットなので、ぜひ皆さん写真撮りに来てみてください。ということでね今日はね雨だったんですけど、まあ雨は雨でねいい写真撮れたかなと思います。ということでもう僕はちょっとあまりに寒いのでそろそろ撮影終わりたいと思います。皆様本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。少しでも良かったら参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。